青いスミレビオラハンドウィシスは、日本の原産のスミレ科植物の一つ。丸っこい葉と淡い紫の花をつける。細部を見ると、独特の特徴が多いスミレである。常緑性で、全体に荒い毛の多いスミレ類。地下茎は太くてごく短く、そこに根室葉をつけ、立ち上がって葉をつける茎はない。ただし、鶴状の匍匐茎を盛んに出し、多数が地表を覆うように増える。 傭兵は傭身より長くて、傭身は丸っこい卵型、器部は心形で、先端は鈍くとがるが、あまりはっきりせず、場合によっては、吹きの葉のようにどこが先端かわからないような形になる。葉の表面は葉脈に沿って少しくぼみ、また縁には波状の巨子がある。傭兵には逆向きの毛が多数あるのも特徴である。卓葉は皮神型で、細長い巨子がある。 葉は春には小さくて、長さ2から3センチメートル、夏には大きくなって5センチメートル以上になる。春の開花期より、夏の方が葉が大きくなるのは、スミレ類では珍しくないが、この種はその差が著しい。花は春早くに咲き、それ以降は閉鎖毛のみをつける。開花時期は、ほとんどのスミレ類よりも早い。通常の花は、根室用の間から生じ、 長い柄を持つが立ち上がらず横に伸びるようにして咲く。花は白地に紫がのり、ほとんど白くて紫の筋が入るものから全体に紫を帯びるものまである。この時期は葉も小さいものしかないのでごく背の低い草である。そのため家系があまり立ち上がらなくても花はよく目立つ。なお、断頭の場合には咲かないこともあるという。学編は 狭い長楕円型で毛があって先端はマリい。花弁は長さ10から13ミリメートル、側弁には少し毛があり、新弁には紫の筋状の半紋がある。虚は長さ3から4.5ミリメートルと長い。その後は茎が匍匐して鶴状に伸びて、これに葉をつけ、その溶液に閉鎖毛がつく。閉鎖毛は葉の上の基部に乗っかった独特の姿となる。 鶴の先には新たな株を作る。葉は春のものよりはるかに大きくなり、傭兵が長く立ち上がる。その葉は丸みが強く明るい緑の艶消しなので小さいながら吹きに似て見える。果実は多くのスミレ属のように葉の上に伸び上がって上を向くものではなく逆に下を向く。特に平下げでは柄も短く地表に転がるようにして熟す。 果実は非常に丸くなって熟し、稽古から6ミリメートルで肉質、荒い毛を密生する。果実が3つに割れて種子が姿を見せても、列片は船形に狭まらず、平らに広がる。そのために種子が弾き飛ばされることがなく、そのまますぐ下にこぼれ落ちる。種子は白っぽい色をしており、これは匂いスミレ類の特徴でもある。また大きな偉いイオソームがあり、 あリに運ばれることで分散するとみられる。名前の由来は、青い墨で、葉の形が青いに似ることによる。別名をひなぶきと言い,い、これは、特に大きくなった時期にその葉が吹きに似ることから、小さな吹き、との名である。低山の山林に生える。明るい森林内や林園部に、多く、やや湿ったところを好む。北海道から、九州の宮崎県にかけて分布し、 国外では中国や朝鮮からも記録はあるが主たる分布域は日本国内である。西日本の太平洋側には少ないとのこと。特になし。このスミレは丸い葉で全体に毛が多いこと、短い根茎で花を咲かせた後に匍復茎を伸ばすこと、果実が休憩で下を向いて種子散布することなど日本の他のスミレ類とはかなり異なる特徴を持っている。この種は 西洋のスミレで有名なニオイスミレに近縁なもので、近縁種の多くはユーラシア大陸に分布し、日本では他にエゾノアオイスミレ V コリーナがある。種内変異もあり、特に北海道のものは最近発見されたもので、変種扱いすべしとの声もあるようである。エゾノアオイスミレは冬に地上部が完全に枯れる点ではっきりと異なる。分布は日本では、 本州中部の高地から北海道に分布し、見られる場所は少ないが、国外では東アジアに広く知られ、その分布は青いスミレよりむしろ広い。猪狩正氏はおそらく日本の湿潤な気候に合わせて特化したのが青いスミレであろうと述べている。ありがとうございます。